皆さんこんにちは、武田塾の高田です。ヤミです。今回は有名大学じゃない方キャンパス特集関西編。東京の大学について話してきましたけども、はい、関西にもじゃない方キャンパスがあると。ありますね。もう一回確認しましょう。僕らの動画を出している目的としては悪く言いたいとかじゃなくて、うん、受験生が入ってから後悔しないようにというのが一つと、実はそういう大学は狙い目になったりもするからチャンス増やすために入試で受けてほしいということです。この2つの目的で、はい、今から動画ちょっと見てもらえたらなと思います。前回結構ヤマビ先生が辛口というか、受験生にこのユーザーファーストで、はい、ヤマビは心がけてますので、大学に忖度とかはなしで。そうです、受験生がね迷わないようにちょっとちゃんと意見を、まあ、僕の意見なんで、ね、全部鵜呑みにしないでください、はいはい、そこはね皆さん大丈夫だと思うんですけども、じゃあ早速入っていきたいと思います、はい、立命館大学琵琶湖草津キャンパス BKC BKB いやみたいなってます。 BKC です。はい、BKC です。こちらね、立命館ってのどこのイメージですか、はい、僕関西の人なんで、なんで進行してるんですか。はい、まあ、いいんですけど、進行はいいんですけど、はいはい、京都にありますね。京都ですね。メインは絹ヶ草キャンパスって京都、絹ヶ草キャンパスも京都のちょっと都心部、また同志社大学とか京都大学よりはちょっと若干離れるんですよ。金閣寺より、ね、そうそう、バスで行かなきゃいけないですね、絹ヶ草キャンパスね。そうなんですけども、まあ、そこじゃなくてさらに琵琶湖のほとりにある、はい、まあ、要は滋賀県にありますね、うん、BKC というキャンパスがありまして、こちら、最寄り駅南草津駅からバスで20分と、はい、ちょっと遠いかな。遠いですね。関西でじゃない方キャンパスって言われると、はい、まあ、代名詞はこの立命館、はい、BKC ですね。 BKC になりますね、はい、です。学部としては理系中心ですね。そうですね、理系中心 で覚えておいてほしいのは、経済学部が、はい、BKC にあるんで、うん、立命館の経済は狙い目と言われてます。法政の経済と同じ原理ですね。法政の経済玉キャンと立命館の経済は BKC、はい、これどちらもちょっと狙い目になっちゃいますね。狙い目であるってことは逆に受かりやすいってことなんで、はい、うんうん、就活とかとめちゃめちゃ有利なんでね。こちら立命館は何かありますか、情報。琵琶湖って聞くと、はい、めっちゃ田舎って思うかもしれないですけど、はい、草津駅はわりかし綺麗な駅です、はい、最近ちょっと人口も増えてて、ね、BKC の学生は南草津駅でよく飲んでるみたいな話を聞きます ね。だから京都とか大阪とかまで行こうと思うと遠いけど、はい、全然暮らせる範囲かなとは思います。一応京都も割と、まあ、30分ぐらいですね。そうですね、そう、はい、近いので、はい、そんな悪くはないですね。今回出てくる中でいうと、はい、まあ、田舎道をつけていこう。ちょっとこれ関西出身でつけさせてもらうと、はいはい、関西の大学の中でいうと田舎道は5ですかね、はい、あ、そうです、ね、相対比較ですからね。相対比較 で言うとね、はい、本当に大きいトラックがあったりね、はい、運動場があったりで、本当いい自然豊かなキャンパスなんでおすすめではあります。え、次は関西学院大学神戸三田キャンパス。関学にもまさかのじゃない方キャンパスがあるということでね、神戸とついてるんですけど、場所は三田です。これ東京の人はね三田って呼んじゃうと三田です。三田わからない人のために解説すると、はい、有馬温泉ですね。はい、有馬温泉のちょい先です。いや、合ってますよね。合ってます、合ってます。ちょっとアクセスは確かに大阪とか神戸から悪いんですけど、はい、神田のイメージを上げるとするならば、はい、アウトレットあります。サンダーアウトレットね、はい、サンダーアウトレットあるので、はい、結構雰囲気、田舎の中だけど、はい、ちょっとおしゃれな感じもあります。そうですね、だから高級住宅街ですね、一応ね。そうですね、はいはい、なんで神戸のアクセスは悪くはないんですけど、はいはい、でもちょっと遠いよね。 3,40 分ぐらいかかりますね。遠いですね。で、調べたんですけど、はい、なんと最寄り駅が遠いです。ウッディタウン中央駅というね、もう終点なんですよこれ。多分新しくね、作った住宅街なんですよね、これ。ちょっとね、はいはい、ニュータウン的なね、はいはい、ところにあって、そこから徒歩だと30分かかります。なので歩けないんでバスで一応10分ぐらいかな。大学の公表によると新三田駅っていうのが福知山線っていうのがあって、はい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 、こちらの方だとバスで一応15、はい、直通があるんですけど、ちょっと遠いかな。ちょっと辛いですね。大阪とかで遊んで、はいはい、その辺にもし住んでるんやったら帰るとかってなるとちょっと大変だし、通学も結構関西とかからでも結構なかなか難しいかもしれないですね。そうなんですよ。なんで感覚は結構そこを利便性考えて、はい、なんと神戸三宮駅、はい、もしくは梅田とか、はい、新大阪とか、はい、あと千里山とかからね、はい、直通バスをなんと通します。大体50分か1時間ぐらいかかるので、神戸三宮からもバス50分なんですよ、はい、なんでちょっとね、まあ遠いですけどね。感覚三田キャンパスのイメージアップさせておくと、はい、キャンパスはマジ綺麗です。なんか駅地キャンパスってどっちかっていうと、はい、今までこう力入れてないキャンパスが多かったりするんですよ、はい、メインだけ綺麗にして、はい、なんか他はなんか建物あるだけみたいな、はい、大学も多いんですけど、感覚の三田キャンパスは、うん、結構校舎もこだわってます。やっぱこの地元兵庫なんで、地元兵庫そうだから上げとかないと、上げとかないと、はい、お世辞じゃなくて本当にいいキャンパスなんで、はい、学部なんですけども、はい、総合政策学部、理学部、あと工学部、生命環境学部、建築とかもあるので、うん、結構割とメインであります、うん、総合政策とかね結構多いですしね、はい、理系でメインではあるので、うん、結構これ知っといてほしいかなとは思いますね。はい、感覚結構文系のイメージ強いじゃないですか。そうなんですよ、感覚ちょっと理系がちょっと弱くて、はいはい、今結構力入れたりしてプロモーションとかも頑張ってるんで、うんうん、伸びる気はします。いい住宅街にある、うん、本当に上品なキャンパスだということで、皆さんちょっとご認知いただければと思います。関学の神戸三田キャンパス、これ田舎道は
どうですか、田舎道結構ねアクセスが悪いんで 4.5 ぐらいいっちゃうかもしれない。ちょっと4はちょっと確実です、ね、4にしときましょうか、はい、次いきます、はい、同志社大学京田辺キャンパス。同志社大学ね、カンカンドイツの中の U であるんですけど、はい、さらに京都からね五所の横にあるといい場所にあって、うんうん、最強私立ではあるんですけどね、西日本で、うんうん、京田辺キャンパス、こちら、理系キャンパスですね。 JR 同志社前から徒歩10分、もしくは近鉄高度駅、こちら徒歩15分ということで京都の南の方、はい、宇治とか京田辺、うん、そのあたりの、エリアですね。理系が確かに中心なんです。同社の理系学部ですね。そうです、はい、あとは文化情報学部とかで分離融合した学部とか。なるほど。グローバルコミュニケーション結構ここ偏差値同社の中でもトップクラス高いです。グロコミュもそっちなんですね。そうなんです。グローバル地域文化が今出川で、はい、グローバルコミュニケーションが京田辺。なるほど。ここ二大巨頭で、はい、国際系でめちゃめちゃレベル高いんで。そうですよね、はい、京田辺も偏差値高い学部もあるよと、うん、なるほど、ね、はい、あとはその今出川キャンパスの人も、はい、なんか体育で京田辺キャンパスに行くらしいです。それぐらいしか行かないらしいですね、はい、基本的には。ここも田舎ですね。京都から30分ぐらいかな、はい、京都の人って、はい、南に下るっていう感覚がないんで。あ、なるほど ね、 宇治ね、ちょっとね、あのエリアって結構本当に関西人ですけど、はい、僕も触れたことがないエリアというか。そうね、だから大阪からだとちょっとアクセス悪いよね。そうね、そうね、まあ、ちょっと京都が行かなきゃいけないから。そう、学研都市線っていうのが走ってて、あ、学研都市線のがあるのね。松山手とかそっちの方に行けるようにはなってるんで、大阪からも悪くはないんですけど。どうですか田舎道。もう4かな。そうです、3にはちょっとできないかな。3にはできないですね。3、4ですね。本当大学の街って感じですね、うん、行ったら行ったらやっぱいいキャンパスなんで、うん、体育館も広くね、あってね、はい、ちょっとこれは皆さんチェックしてほしいなと思います。橋休めで僕あんま詳しくないですけど、はい、関西大学とかありますか。あ、関西大学あります、はい、じゃあ紹介します、はい、堺キャンパスというのと、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパスっていうのがありまして、ほうほうほう、関西大学ってメインが、はい、あの千里山の千里山キャンパスじゃないですか、うん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 、神田前駅っていうところ、はい、学生街があってね。堺キャンパスと高槻ミューズキャンパスが、うん、どちらかというと僻地キャンパスになってると。なるほど。学部はどうですか。学部は堺キャンパスの方が人間健康学部、うん、はい、で高槻ミューズキャンパスの方が社会安全学部の、この2つがそれぞれ独立して別の場所にあるっていう、珍しいです。関大の理系キャンパスは千里山にあるってことですよね。場所的には別に高槻キャンパスとかもう高槻の駅の前なんで、はいはいはい、むしろ千里山より全然立地とかいいんですよ。あ、なるほどね。独立しちゃってるせいで、はい、関大生やっぱこう一つに集まりたいとか、千里山に行きたいっていう気持ちが結構強いと思うんで、はい、ありますね、偏差値は相対的にはその2つは低いですね。社会安全とかは結構防災について学ぶ学問だったり、人間健康の方も人間の体のこととか福祉系のことを学べる学部になってるんで、はい、キャンパスが千里山にないっていうところでやや偏差値が下がってきてると。これ田舎道そんな高くない。田舎道は全然高くないですね、はいはい、堺キャンパスの方は南海浅香山駅っていうちょっと僕も分からないですけど、はい、でも堺の方なんで別にそんな田舎ではないということで、はい、星2、はい、2で高槻キャンパスの方はもう星0。高槻駅めっちゃでかい駅なんで。なるほどね。僕3ぐらいかなと思ったんですけど梅田とかね、はい、京阪神の真ん中中心から考えたら3ぐらいかなと思ったんですか。高槻っていうのは、はい、もう JR の新快速が止まる駅なんで。確かにね、高槻駅はこれ田舎にしたら、はい、これ高槻市民めちゃめちゃ怒ります。怒りますか、はい、そうか、なるほどね。ゼロです、そうですね、都会です。一応これ番外編ということで、はい、橋休めに聞いてもらいました、はい、次いきます。大阪大学外国学部、こちら箕面キャンパスですね、はいはいはい、これも別に田舎ではないんですけどね。アクセスとしては千里中央駅から徒歩25分ということで、うん、これ多分歩かないですね、きっとね。バスだと最寄り駅から5分なので、うん、千里中央からバスで多分10分ぐらい行って、うんうん、その後また歩くみたいな感じだと思いますね、うん、大阪大学は豊中キャンパスと吹田キャンパスっていうのが、はい、結構2つ2大巨頭のキャンパスになってて、箕面、うんうん、キャンパスだけ外国学部、はいはい、学部になるんで、ちょっとこじんまりとしてるっていう感じ。結構なんか街中にある感じですよね、なんかね。あ、そうですね。そう、外観綺麗ですね、外国学部ね、はいはいはい、カフェが入ってたりだとか、ガラス張りになってたり、ガラス張りね、いいですね、はい、これも僻地ではぶっちゃけないんですけど、一応じゃない方ってことで紹介しておきます、うん、はい、一応これは田舎道1位かな、うん、はい、2にもならないかな、番外編でまたこれ、ね、入ってくるぐらいなんですけど、はい、あえて言うならじゃない方キャンパスってことで紹介しております。最後こちらはもうちょっとごめんなさい、番外編また入れていいですか、はい、番外編多いな、番外編多いですけども、はい、大阪教育大学と大京大、はい、キャンパス1個じゃないですか、キャンパス1つです。なんでこれはじゃない方じゃないので、はい、ぶっちゃけちょっと今回のじゃない方キャンパスのくくりがちょっと外れるんですけど、はい、大阪教育大聞けばなんか大阪の中心にあるのかなみたいな、なんか東大阪ぐらいにあるのかなみたいなイメージなんですけど、はいはいはい、ちょっと調べたら、はい、あれ奈良かなみたいな、はいはいはい、奈良の県境にあるんですねこれね。あ、はい、柏原市にある柏原キャンパスっていうのがありまして、こちらさらに駅が大阪教育大前駅から徒歩15分と、これね、これ、はい、結構要注意なのが、はい、僕はあの京大時代に、はい、関西フォークダンス連盟の理事をやっていて、大京大の方で、はい、そういうなんかミーティングみたいなのがあったんで僕行ってたんですよ、はい、大学入ってから、はい、大学の中にエスカレーターが5個ぐらいあるんですよ、はい、エスカレーターをこう乗り継いで乗り継いでこう山を登っていって建物に着くみたいな構造のキャンパスになっていて、まさに
に大京大生はみんな登山しに行くっていう、はい、なるほどね、神戸大もね登山って言いますけども、はいはい、大京大も結構えげつない、うん、山登りが待ち構えてると。大阪教育大に聞くと、はい、大阪市にあんのかなみたいなイメージになっちゃうので、はい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 、ほぼ奈良やないかと。柏原市も僕柏原市、法隆寺がある柏原とちょっと間違えて、はい、これ奈良かなみたいな、はいはい、だけど大阪教育大みたいな、東京ディズニーランドみたいな、あ、千葉の、ね、はい、感じだと思ったんですけど、はい、ギリギリ大阪にありました。教育に関してはしっかりプロフェッショナルに学べるということで、はいはいはい、大阪では有名ですかね。教育大つながりで僕もう一個いいですか。おい、どうぞ。場所注意、はい、兵庫教育大、これもね一応公立で、はい、中国自動車道が近く横通ってますけども、はい、その周りが緑色ですよ、グーグル。加藤市というね、あの兵庫県の、まあ、真ん中の方ですね、だいぶ山側にあります。だ三田よりもさらに奥というか、なんだろう、関学の神戸三田キャンパス、はい、さらに奥みたいな、ね、さらに奥、山越えて何個越えるみたいな、はい、僕の友達とかもね兵庫教育大行ってたんですけど、はいはい、みんなこの辺に住むんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃ田舎だっていうので、はい、地下とかよく出そうで、山奥にある大学です。兵庫教育大は神戸教育大とかじゃなくて、はい、神戸にある感じないからいいじゃないですか。あ、なるほど。大阪教育大はやっぱ大阪って大阪市のイメージなんですよ、はいはい、だからちょっと近くにあってほしいんですけ ど、 なるほど、ちょっと遠いところでね、国公立なんでね、ちょっと場所的には仕方ないかな。そうですね、はい、ただしっかりあの教育を学べる環境は整っているということを聞いてますので、うん、いい大学なんじゃないかなと思います、はい、というわけで関西じゃない方大学特集ですね。これ結構ね東京もすごい盛り上がったんで、はい、ちょっとこれ東京と合わせてしっかり見てほしいですね、はい、見てない人はですね。あとちょっともう一個番外編思いついたんですけど、何ですか。近畿大学なんですけど、近大、はい、これね、はい、結構キャンパスがちょっとね、はい、やばいところにあるパターンがあって、はいはいはい、まず近大の水産学部が和歌山にあります、はいはい、和歌山とね、工学部が広島にありますね、はい、広島にありますね、これね、はい、これも注意ですね。これも注意ですね。これね、近大とあと日大と東海大とか、はいはい、医学部ある総合大学、うんうんうん、有名総合私立大学は結構キャンパス全国にあるんで、うん、これはまあ注意ですね。さすがに間違いないと思うんですけどね。間違いないと思うんですけど、出願の時にね、はい、一応番外編ということで、はい、近大も紹介いただきました。今紹介した大学はちょっと場所注意な大学にはなるので、うん、しっかりまず調べてほしいというのが受験生のメッセージとしてあります、はいはい、間違えたね生徒がいたんでちょっとこういう動画を撮ってます、うん、そうですね、はい、そういうところは意外と受かりやすかったりするので、うん、しっかり受験の時にね、はい、チャンスを増やす意味で受けてほしいなという意味も込めてます。都市部にあるわけじゃないんで結構勉強集中できたり、あの生活がしやすかったり、うん、家賃が安かったり、そういうメリットもあるので、はい、仲良くなりやすかったり、そうなんです、はい、ぜひね皆さん素晴らしいキャンパスライフを送ってください、はい、今回は以上です。田野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。